エフロシニア・ヤロスラブナは、ノブゴロド・セベルスキー公、イーゴリの妻であり、イーゴリ軍記には、ヤロスラブナとして登場する12世紀後半の人物である。イーゴリ軍記中の一場面である、ヤロスラブナの嘆きは、作品中最も詩的な場面と評されている。年代記には、イーゴリの妻である、この人物の名は記されておらず、正確な生没年も不明である。 エフロシニアという名は、エカテリーナ2世の、系譜の中の記述によるものである。また、エソロブヨーフの説によれば、その名は、リューベチシノディクの記述に端を発するという。一方、オートボロゴフは、エフロシニアという名は、その母のオリガの修道名が誤って、用いられているという仮説を述べている。エフロシニアは、ガーリチコウ、ヤロスラフと、その妻オリガとの間に生まれた。 ノブゴロド・セベルスキー公イーゴリとの結婚は1169年頃であるとされるが、いくつかの資料では、エフロシニアはイーゴリの二人目の妻であり、その結婚は1184年と記されている。この日付は、エカテリーナ二世の系譜を転居としたものである。ーソロブ洋フは、イーゴリの子たちすべての母はエフロシニアであり、長子のウラジーミルは1171年に、 誕生しししていいいいるたたたた。め、1184年に結婚したとととうう説は成り立たないということを証明エフロシニアは、イーゴリ軍機の一場面である、ヤロスラブナの嘆きによって有名である。ヤロスラブナの嘆きは、作中最も詩的な場面であり、ロシア文学に大きな影響を与えた。また、バシリー・ペロフによる絵画、ヤロスラブナの嘆きや、作曲家、ボリス・ティシチェンコによるバレエ、 ヤロスラブナの題材になるなどしている。夫は、ノブゴロド・セベルスキー公イゴリ。子には、以下の人物がいる。税、1793、105、AB、税、1964、20、378から382、AB、1993、48、48から49。ありがとうございます。